前回のあらすじ。村長、後を追ってくる。旦那さんが転んだか。トモコ、身の危険を感じる。おめえ、私暑い中探し回ってんだぞ。何突っ立ってんだよ。と思っているに違いない。再び野生の村長に遭遇。ポケモンか、トモコ、全力で回避よ。あれはどう見ても何か悪いことをしてる感じ。これはやっぱり止めるべき。はい、いつも通りのあらすじ。まあほっとけないか。ちょっと様子見する感じで。いいな、虫もいたずらしたいぞ。行け、トモコ命令。ねえ、君たち。はい、見つかった。こら、あんたたち、また怒られるよ。逃げれ。待ちなさいよ、待ちなさいよ、待ちなさいよ。いや、大きなやんけ。ああもう逃げられた、ああもう逃げられた、ああもう逃げられた。だから大きなやんけ。はーい、もちろん霊夢もいるわよ。ナレーション、ツッコミまで習得し始めたな。もうこのシリーズでは完全レギュラーね。まあこっちが楽でいいわ。ああ、あなたがあいつらを止めてくれたの？あなたのおかげでいたずらされずに済んだわ。いえ、そんな、ただ通りかかっただけですから。本当に、あの悪ガキどもが。あの好きです。付き合ってください。おいと対面なんとどうせ。え？顔、落書き。アキサミよ。今なんと？アキサミよ。アキサミよ。またやられたか。多分水性マジックだと思うんで、海で洗ったらすぐ落ちるんじゃ。それは絶対ダメ。なぜってあなた知ってる？なぜってあなた知ってる？なぜってあなた知ってる？の、アイドント。水性マジックって5リットル飲んだら死んじゃうのよ。誰が飲んだよ。そんな害のあるもので海を汚すだけにはいかないわよ。ごめんなさい、小さい時海でおしっこしました。いいんじゃね、別に。それじゃあ戻って洗うしかないわね。でもこんな顔じゃ人に見られたら笑われてしまうな。うん、あの子供たちまだまだね。ねえあなた、悪いんだけど、私顔を隠して歩くからさ、そこの民宿まで連れてってくれない？いいですよ、いいですよ、いいですよ。トモコ、世話かけちゃうけど、ごめんね。民宿に行けばいいんですね。うん、よろしく。ってことで無事民宿到着。お待たせ。ちゃんと落ちてるみたい？大丈夫みたいですよ。やると思ったよ。やっぱメイクはこうじゃないと。本当にありがとう。初対面の人に世話かけちゃったね。いえいえ。あれ、あなたここの人じゃないよね。名前もないみたいだし。ええ。じゃ改めて自己紹介。私は夏子。名が名字、つこが名前。ちょっと待ってろ。あなたは？トモコって言います。東京からこの島の親戚の家に来てるんです。トモコちゃんね、よろしく。いや、お前は貧しくなくね。まあ太陽モロバックだもんな。いえいえ、一応この島の人間だよ。まだ島民歴2年の新米だけどね。この民宿に住み込みさせてもらってダイビングのインストラクターをしてるわけ。へえ。とは言っても今の季節だとまだお客さんが少ないから暇なんだよね。夏になれば忙しくなるんだけどさ。だから今は体力作りのトレーニングをしたり、ただのんびりしたりしてるわけよ。いいなあ、お前も超自由気ままに暮らしてるだろ。ところでトモコちゃんはダイビングには興味ない？ダイビングですか？あるといえばあるけど、ないと言えばない。あんまり泳げないし。ああ、関係ないない。
ダイビングは水泳とは違うから。だからねえ、トモコちゃん、さっきのお礼ってわけじゃないけど、ちょっとやってみたりする気はない？おめえ、私の誘い断ったらどうなるか分かってるんだろうな。気を強すなやつを。とはいえ、本式にやろうとするとトモコちゃんも大変だろうから、とりあえずシュノーケリングにした方がいいかな。ここの海は浅いところでもめちゃめちゃ綺麗だから、それでも十分に楽しめると思うよ。ここの海はすごいわよ。潜ってみたら絶対人生変わっちゃうから。それじゃあやってみようかな。さすがに断れなかった。そう来なくちゃ。絶対損はさせないから。じゃあお互い準備準備、港で待ってるからおいでよ。トモコ、渾身の水着姿披露だぜ。トモコ、おばあちゃんに最初はちょっと怖いかもしれない。おいばあちゃん、なんちゅうもんしてるんだ。すぐに慣れると思うから、何かあったら私に合図してくれればいいよ。それじゃあ行くよ。いざ海の中へ、レッツゴー。いいなぁ、私も沖縄の海でダイビングしたい。主も沖縄の海でスカイダイビングしたい。スカイじゃ海関係ねえだろ。トモコ、今晩のおかず物色中。アマさんかよ。獲物発見。あら、触っても逃げないわ。人に慣れてるのかな。うん、そろそろ呼吸しに戻らないと。トモコ、ピンチ。おい、マジで大丈夫か。前方にマンタ発見と思ったら時間切れ。はい、これにて終了。トモコちゃん、どうだった。あれ、楽しくなかった。こんなに澄んだ海も、あんなに魚がいるのも見たことなかったです。でしょ。しかも魚全然逃げないんですね。そうそう、ここのお魚はお友達なのよ。ああ、なんかな、うまく言えないや。筆舌に尽くしがたいって感じね。これが本物の絵にも描けない美しさというやつよ。そんなこと言うなら描いてやろうではないか。主君のお絵描き。なんか始まりました。さっきの海を再現して死んぜよう。なんかキモいのか。まずは主人公トモコからと。これトモコだったの。なんで海パン履いてんだよ。主ちゃんセンスないわ。夏子お姉さんは霊夢に任せなさい。もうこの時点で論外だよ。まあこの二人の画力は半端ないものね。ちゃんとビキニを着せてと。いいです。これはホラー映像ではございません。ナレーション、よう初めていいこと言った。お次は海の生き物。かろうじて魚と判断できるわ。なんだ今度は。マンタじゃない？あ、それだな。こっちに近いちゃったよ。海の中には花が。糸巾着を表現してみました。あたしこの海絶対潜りたくない。海といえばイルカちゃん、今までで一番マシだな。最後タコさんで完成。カオスだ。
絵にも描けない美しさというやつよ。絵にも描けない美しさというやつよ。はい、描けませんでした。さてさて、それじゃあそろそろ島に帰るとしますかね。ええ、もしともこちゃんが気に入ったならまた連れてきてあげるわよ。私もともこちゃんの驚く顔を見るの楽しいし、来るたびに新しい発見があるんだから。その気になったら私に声をかけてね。いつでもどうぞ。じゃ、今日はこんなところで戻りましょうか。はい。うんうん、今日も楽しかった楽しかった。椿島4日目、終了。ただいま。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。